空想造形職人ヒロでございます。本日もヒロの輪ご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて本日ご紹介するのはこちら、天地しげる主演の土曜ワイド劇場でやっていた美女シリーズ、江戸川乱歩の美女シリーズ、こちらをご紹介したいと思います。で特に私この、江戸川乱歩の黄金仮面、これのね話が大好きで、この辺も中心にちょっとお話できたらなと思っております。ということで明智小五郎ということで早速いきたいと思います。それでは早速いってみましょう。このチャンネルは空想立体工場がお送りいたします。はい、ということで、江戸川乱歩の美女シリーズをお送りしたいんですけど、あ、すみません、これ画面かぶってると声がこもって何も聞こえないですね。少々お待ちを。ということで、はい、ということで、これだったら少しね、さっきよりも声がちゃんと響くかな、なんて思ってますんで、すみません、もうね、こう一回でいいからやってみたかったんですよ。ね、一度でいいからやってみたいということで、ということで早速、江戸川乱歩の美女シリーズ、紹介したいと思います。はい、ということで、江戸川乱歩の美女シリーズ、土曜ワイド劇場でやっていた天地しげるさん主演の、明智小五郎ですね。でこちらもうね私大好きで、私が生まれる前に放送されていたドラマにはなるんですけれども、私は子供の頃、小学生の頃ですね、土曜日の学校が終わって帰ってきて、で夕方とかですよね、遊んで帰ってきて、テレビつけると再放送でこのね江戸川乱歩の美女シリーズがやっぱり流れてたわけですよ。でおどろおどろしいこの怪しい雰囲気と、そしてやっぱり、ね、当時ねコンプラがやっぱり緩かった時代なんで、エログロの、非常にね怪奇で怖いようなそういう内容で、なんといってもこのね、天地しげるさんがまたこのニヒルでダンディーでこのシュッとしてですね、何とも言えないこの他の役者さんではなかなか醸し出せないすごい雰囲気で、あの明智小五郎をしっかり演じてるわけですよ。でその中でも特に私大好きだったのが、黄金仮面なんですね。でこの黄金仮面は、まあ、原作は江戸川乱歩の小説にあるんですけれども、それを元にしていろいろね、美女シリーズは作られてるんですけれども、黄金仮面の中に、この土曜ワイド劇場の黄金仮面は、主演がですねフランス人役のロベール、これね伊吹五郎さんがやってるんです。伊吹五郎さんがフランス人のロベール役で、美女役、日本のね藤子役でですね由美かおるが出てるんですね。由美かおるさんが、もうご存知水戸黄門コンビなんですよ。で、余談なんですけれども、この土曜ワイド劇場の江戸川乱歩の美女シリーズの2作目に魔術師という、まあ、魔術師よりですね、あの原作の魔術師から、撮った内容の浴室の美女っていうのがあるんですけど、これ浴室の美女で、道化師役で西村光さんがすごい怖いピエロの殺人鬼をやってるんですよ。でこの西村光さんといえばもうあの水戸黄門の第2期の二代目黄門様として有名ですね。なのでこの、江戸川乱歩の美女シリーズには、黄門様のコンビが結構出てるわけですよ。ね、五郎公が道化師役で出て、でね、由美かおるさんは藤子役で別に出てたりとか、黄金仮面では、藤子役で出てたりとか、でロベール役のね黄金仮面扮する伊吹五郎さんが出てたりとかって、まあ、あとねあのもうそうそうたる役者さんが出てるんですね。でしかもこの、先ほどねこの明智小五郎役の天地しげるさんがすごくかっこいいというふうに私もお伝えしたんですけれども、この
非常にこの作品はやっぱり結構こうおどろおどろして怖い感じになってるんですけど、そこを少しこう笑いとか少し柔らかく中和する役で、新井中さんが並越警部役で新井中さんが、出演されてるんですよ。これもう明智小五郎と並越警部の掛け合いって言ったら、これ結構見どころっていうかもう定番の一つなんですけれども、ちなみにこの新井中さんが出た回っていうのが、この2作目の今西村光さん、2代目顧問役をやった西村光さんが、出た浴室の美女から、並越警部役で新井中さんがこう登場するんですね。なのでこの2作目以降からもう、定番で、並越警部役は新井中さんが出てくるというふうになってですね、もう事件で解決に困った並越警部が必ず明智さんの事務所に行って、いやー事件ね、困ったからこう明智さんなんとかしてくんないかななんつって、ね、ドリフターズの元ドリフターズの新井中さんがこうおとぼけな感じでこう出てくるんですね。でそんなのもあって、で私が先ほども言ったんですけど、この黄金仮面大好きなんですけれども、この江戸川乱歩のこの作品の中で、この、演者以外にもものすごくこの作品の雰囲気をぐっと盛り上げているのが音楽なんですよ。でこの 1話2話3話こうある中で、音楽がですね結構 テーマ曲というかですね、毎回こうおどろおどろしい、この テルミンの楽器のテルミン使ったようなちょっとね、おどろおどろしい音楽が流れてるんですけど、私が大好きなのは多分ね、江戸川乱歩美女シリーズをご存知の方はもうね、このテーマ曲だってい もうバチンとくる音楽があると思うんですけど、この音楽は実は、黄金仮面のこの黄金仮面のパート2、黄金仮面のパート2以降から、そのもう江戸が江戸川乱歩の美女シリーズとしてはもう定番のオープニング曲がこう入ってくるわけなんですけど、この美女シリーズの、オープニングは実は使われてないんですよ。オープニングは従来の古い曲が流れていて、この江戸川乱歩の黄金仮面2のエンディングの終わってこう海が映るシーンがあるんです。そこで新しいテーマ曲が入ってくるんですよね。そのテーマ曲っていうのがもう皆さんご存知のあのテーマなんですよ。もうね、ギターとトランペットと、あとリズムがね、サンバの リズムのバックでリズム帯がサンバで、結構こうアップテンポのもうテーマ曲としてはもう完璧のやつが流れるんですよ。もう皆さんご存知のやつが流れるんですけど、まあそんなのもあってですね、この黄金仮面っていうのが私大好きな作品、その音楽もちょうどね、黄金仮面から黄金仮面2パート2のエンディングで新しい曲が流れていくっていう、非常に私はもう思い出深いというか、子供ながらにこの再放送を見て非常に印象に残っているんです。まあそういうのもあってね、先ほどね、もう明智小五郎といえばもう毎回事件を解決するのはこう変装して、一回明智小五郎さんもうピンチになるんです。ピンチになってどっかもう消息不明になるんです。で不明になってパッとなんかね、別の人にこうすり替わって、で事件をどんどん解決して、最後にこうね、バラバラってこう仮面を、マスクの仮面を剥ぐと明智小五郎が登場するっていうね、それも子供の中で一回やってみたかったんで、さっき、冒頭でね、オープニングでちょっとやらせてもらったんですけど、まあそんな形でね、江戸川乱歩のこの黄金仮面っていうのは大好きなんですよね。まあちょっとなかなかね、言葉まとまってないかもしれないですけど、本当に大好きなものです。でこのちなみにこの土曜ワイド劇場、天地しげるさんがやって大ヒットしたんですけれども、全25話ありまして、1作目から7作目までは90分枠で作られたんですけれども、8話から25話までは120分枠に拡大して、もう定番のね、2時間ドラマとして、お茶の間を沸かしたと。でしかもおどろおどろしいエログロで、非常にもう不気味な感じで、音楽はさっき言ったようにもう何とも言えない、もう一回聴いたらもう耳に残るような音楽です、流れてくるんですよ。これがね、で他にもね、そうそうたるいろんな役者さん出てまして、中尾明さんとかいろんな方出てるんですけど、特に印象的なのは、初白鷺清、
あの宝石の美女という絵画、宝石の美女の中であの白髪、はすいませんねうまく喋れなくて、白髪月役で、あの田村正和さん、田村正和さんのお兄さんの田村隆弘さんが白髪役をやってるんですよ。もう今だとね、もう コントかなっていうぐらい、もう真っ白の髪にドーンとこう逆立った真っ白い髪になる、こう恐ろしい白髪役をやってるわけですねすいません口が白髪期です、やってます。これもね、非常に面白いんで見てもらいたいなと思うんですけど、もうね、これね、1話から20話まで引っ張ってもう語り出したらもう切りないんですけど、もう今の ドラマではないこのセリフ回し、この舞台、もう要は何だろうな、演技、演劇ですね、要は自然な演技というよりももう劇画タッチな感じっていうんですかね、なんていうんですかね、もう本当にね、ちょっと見てもらった方が早いですけどね、DVD いっぱい出てますし、ね、役者さんの演技もいいですし、またもう何がいいって天地しげるさんが本当にいいです。ということで、もうね、ちょっとこの、江戸川乱歩美女シリーズ、もうこれ僕ね、ある世代から上の人はもう皆さんこれご存知だと思います。もうね、お茶の間が 大人気だったこのシリーズなんで、知らない方は、ね、一度、ね、こう DVD になったりいろいろ出てますんで見てもらいたいなと思います、ね。黄金仮面、私は黄金仮面が大好きですね。なんかいいんですよね、もう犯人がめちゃくちゃ目立つわけですよ。黄金の画面にマントにシルクハットみたいなね、それで宝石とか絵画を盗むなんて、こんなにもうバレバレな格好でも怪盗ルパンのように行くっていう、で明智さんがこうビーッと毎回こう変装して解決する、そしてあのテーマ曲が流れて始まるとか、もうね、何とも言えないです。これのこの良さはね、ちょっと私のこのトークじゃ全く伝わらないかもしれないですけど、ぜひ見てもらいたいです。ということで、今回のね、ヒロノマでは私の大好きな江戸川乱歩の美女シリーズ、土曜ワイド劇場でやってた、江戸川乱歩の黄金仮面だとかですね、浴室の美女、いろいろあるんです。1話から1作目から25作目でシリーズいっぱい出てますんで、ぜひね、この昭和の、そしてこれ天地しげるさんのニヒルでダンディで何とも言えないこのもうハマリ役の天地しげるさん、ハマリ役の明智小五郎と、それで荒井中さんのこのね、ドリフターズで培った笑いのセンスを演技に十二分に生かしてこう出てる、で全体の作品をギュッと締めるあのテーマ曲と挿入曲とか、あと独特の演出とか、ぜひ見てもらいたいと思います。ということで、今回のヒロノマは、土曜ワイド劇場、江戸川乱歩の美女シリーズをお送りいたしました。ということで、もう一丁やらせてもらいます。明智小五郎ということで、さすということで、今回のヒロノマは黄金仮面がお送りいたしました。また来週じゃなかった、また次回もお楽しみに。このチャンネルは空想を形にする空想立体工場がお送りいたしました。